はい、本日はですね、N ハリウッドとバンズのコラボのスニーカーの紹介したいなというふうに思います。で、そちらがこちらのスニーカーになるんですけども、開けていきます。このようにですね、中身は、着火ブーツのタイプになってまして、まあ、一応僕はこれ履くのは今年の秋冬用にもう前もって買ったっていう感じになってて、まあ、なんでこんな秋冬用のスニーカーを今買ってるんかっていうと、まあ、このコラボのやつがもう数が圧倒的に少なくて、もう絶対売り切れるのか分かってたので、もう今のうちに買ったという形になります。少しですね、顔が真っ赤っかに日焼けしてるんですが、その辺はちょっとご了承ください。では、このバンズの、スニーカーと、普通の着火ブーツとこちらのスニーカーの違いを、7つ、お伝えしたいなというふうに思います。1つ目っていうのが大きく、普通の着火ブーツと異なるんですけども、こちらの中のタンの部分、このタンの部分っていうのが実はスリッポン仕様になってまして、紐がなくても履けるような状態になってて、っていうのが、まあ、大きく普通多分着火ブーツのこのタンの部分にこういう風にスリッポン仕様になってるのって、まあ、まず見かけないと思うんですけど、まあ、それが今回この N ハリウッドとバンズのコラボの一番決定的な違いかなと思います。まあ、見た目ではそんな分からないですけども、まあ、履いてる本人はかなり紐を緩く縛った状態でも、まあ、履けるっていう感じで、どうしてもこういうハイカットのモデルって、まあ、脱ぎ履きがめんどくさいっていうのがあると思うんですけど、まあ、これに関してはもう紐をかなり緩めにしといて、毎回紐結んだりほどいたりせずに、まあ、ある程度緩い状態でもうそのままスポッと履いちゃうっていう感じで履けるっていうのがこのスリッポン仕様になってます。で、2つ目の違いっていうのがこの、外側全部なんですけど、このアッパーが全部牛革で作られてるっていうところで、まあ、スニーカーなんですけども比較的きれいめな印象で履けるっていうのが、まあ、まず2つ目の、ところです。で、まあ、一応牛革なんですけども、まあ、あくまでも、スウェード調で作られてるので、まあ、防水スプレーを振った上で、まあ、あとはガンガン履いていくっていう感じで、まあ、梅雨とかあんまり雨の時は履かない方がいいとは思うんですけど、まあ、僕はあくまでもこれ秋冬用に購入してるので、まあ、時期的にはまあ問題ないかなというふうには思ってます。そして3つ目なんですけど、3つ目っていうのが実は紐が違うくて、基本的には、この着火ブーツっていうのは紐がコットン仕様になってるんですけど、この紐に関してはよく登山用のブーツとかで見られるようなこのローを塗ってるような感じで、まあ、より強度のあるような紐を使われてます。まあ、それがこちらです。はい、なので、何回こう締めたりとか、あとほどいたりしても、まあ、切れにくいような仕様になってるというのがこの紐の特徴です。で、4つ目なんですけど、4つ目っていうのがこの紐の穴、シューホールっていうんですけど、このシューホールっていうのが4つあるのが通常なんですけども、これに関しては2つになってて、あとの前の2つがもう余分な部分はもうカットされてて、この2つのみになってて、なんでこんなことができるんかって言ったら、1つ目でお伝えしたこのスリッポン仕様になってるっていうところで、まあ、ある程度比較的ホールドされた、足首がホールドされてるので、まあ、そんなにこう動かないので、もうシューホールは削れるっていう感じになってます。まあ、正直、まあ紐に関しては別になくても履けるっちゃ履けるっていうぐらいなんで、まあ、一応まあ飾りでもあり、まあ、一応その足首が遊ぶのが嫌いな方はしっかりこう締めた方がいいと思うんですけど、まあ、2つあれば十分かなっていうところで、おそらく2つにしたんかなとは思います。そして5つ目なんですけど、5つ目というのがですね、まあ、見てもらったら全体的にもう本当に真っ黒のシンプルなスニーカーっていう感じなんですけど、1点だけワンポイントがあって、実はここにマークがあるんですけど、このマークっていうのがバンズの元々のロゴらしくて、昔のバンズで使われてたロゴで、実はここにシーンって入ってる、英語でシーンって入ってると思うんですけど、このシーンの下が NH って入ってるのが、本来ならバンズの場合は数字が入ってるらしいんですけど、これに関しては N ハリウッドなので、N とハリウッドの H っていう頭文字を入れてるらしくて、実はこの辺とかっていうのはもうバンズがめちゃくちゃ好きな方からしたらこう見たことのないマーク、普段こう見かけるようなマークやけど、実はここに NH に変わってるっていうところが、まあ、一つワンポイント遊び心があるっていうのが違いかなと思います。そして、まあ、6点目なんですけど、6点目っていうのが、こちらのですね、後ろのバンズのマークっていうのが、基本的にはこれは、赤色と白色の、マークっていうのが基本的には多いんですけど、まあ、これに関しては本当にオールブラックと、まあ、使ってる色としてはブラックとホワイトのみっていう感じになってるので、まあ、ここもあえてブラックにしてるっていう感じで収まるような感じの色味になってますっていうのが6点目です。で、7点目っていうのがこちらのソールのところになってるんですけど、ここに少しこうテープのような質感の、ちょっとテカリのあるような感じの
ソールを持ってくることで、同じブラックなんですけども牛革であったりとか、あとまあちょっとテープ仕様であったりとか、あとローであったりとかっていう素材を変えることで、同じ一足なんですけども全然見え方が単調に見えないっていうところになっているのが、N ハリッドとのコラボの着火ブーツの特徴かなと思います。ではですね、まあサイズ感なんですけど、サイズ感がこちらのこのシューターのとこにあのスリッポン仕様になってるっていうのはとてもありがたいんですけども、僕普段28センチを履いてるんですが、これに関しては 28.5 を履いてて、まあ、なぜかというとこの足首のこの入れるとこっていうのがもともとこのスリッポンがある、まあ、おかげというかあるせいというかで、結構タイトめな作りに感じるので、僕はどうしてもここが気になってワンサイズ、上を購入したっていう感じになってます。で、まあ、他を言うと、まあ、やっぱ本革を使ってるというところで少し比較的に小さく僕は感じたのでワンサイズ上を買ったんですけど、店員さんとかは、まあ、いつも買ってるサイズで履いてますっていうことを言ってたんで、多分この辺は若干個人差があるとは思うんですけど、まあ、僕はハーフサイズ上を上げたっていう感じになってます。で、まあ、着用の様子を見てもらいたいんですけど、まあ、あくまでも、まあ、これはですねハイカットモデルなんで、あの似合う方はショートパンツとかでも合わせれると思うんですけど、僕はやっぱりロングのタイプで合わせる方がしっくりくるかなと思うので、まあロングのチノパンであったりとかスラックスとかで合わせたいなと思うので、そちらの様子を見てもらおうかなと思います。ではどうぞ。はい、という感じでですね、まあ今からの時期で言うと、まあ、少し考えづらい感じで、まあ、やっぱり暑苦しいというか真っ黒なんで暑苦しい感じはあるかなと思うんですけど、まあ、これから秋冬とかにかけて、まあ、ガンガン履けていけばいいかなと。で、まあ、牛革とかなんでその履きじわとかもどんどん出てきたら、まあ、自分にとって履きやすい形になっていくんかなと思うので、まあ、今年の秋冬まで、まあ、少しずつ出していくか、まあ、ちょっと取っとくか分からないんですけど、メインは秋冬になるかなと思います。はい、というのがですね、まあ今回ゴールデンウィーク企画ということで10本連続で購入品紹介をしていたわけなんですけど、ようやく、こちらが一応最後のアイテムということになってますので、まあ、まだ見てないっていう方は上にカートを出しておくので、まあ、こちらから見てもらったらいいかなというふうには思います。はい、ではですね、本日は N ハリウッドとバンズのコラボの着火ブーツを紹介してみたという動画になります。以上、ありがとうございました。